次の写真をご覧いただこう。これは投稿者の男性が部屋探しをしていた際、参考にしようと思いアパートの風呂場を携帯電話で撮影したものだという。明らかに不自然な女性の後ろ姿と思われるものが映り込んでいる。これはこのアパートに取り付く自爆霊の姿だという。このアパートにどういう曰くがあるのかはわからないと投稿者は言うが、この部屋に入った瞬間、冷たい空気が流れてきて異様な雰囲気があったという。投稿者はこのアパートには住まなかったというが、その後たまたまこのアパートの前を通った時、すでに他の住人が住んでいるようだったというのだが、